熊本県立大学の村岡いぶきです。今日は6月10日から開催されている福岡インターナショナルギフトショーと福岡国際ビューティーショーにやってきました。たくさんの人で賑わってます。早速私も体験してみます。あ、面白い看板を持ってるお姉さんがいます。ちょっとお話聞いてみます。これはどういうものなんですか？これは LED で手持ち看板です。すごい明るいですね。おすすめの商品はどれですか？おすすめ商品ですよね。ブレスレットです、これシャポン玉と言いますね。セラミックの材料で、スワロフスキーの石をはめて作ったブレスレットです。これつけてご覧になりませんか？あ、いいですか、つけてみます。はい、すごい可愛いですね。可愛い。こんなの初めてつけました。あ、よかった。今回このショーの目玉は何ですか？やはり世界18国から、珍しい、輸入品ですね。そういったものも集まっておりますし、それから、業務用でビューティーショップでもなかなか手に入らないようなものがですね、こちらの展示会に来れば直接、購入ができますので、ぜひとも皆さんいらしてください。福岡といいますと、やはり美人で綺麗で可愛らしい女性がすごくいっぱいいるということなんですけれども、その中でやはり女子力を高めるといいますか、潜在的に美の意識を持っている方がすごく多いので、この展示会を開催している次第です。